だね。はあ、やっと並べた。すごい行列。私たちの順番まで結構時間かかりそうかも。マジか。パパッとお参りして出店を回りたいんだけどな。確か巾着袋のこの辺に。昼松さん、何を探しているの？みんなに渡したいものがあって。あ、あった。わあ、うさぎさんの人形だ。ちっちゃくてかわいい。木彫りの彫刻ね。前に広松さんのお父様からいただいたことがあるけど。また作ったみたい。今度は手のひらサイズの干支シリーズだって。へえ、めっちゃご利益ありそうじゃん。てか、七海パパってマジ彫刻が好きなのな。アトリエにもこういうの増えてたし。しめ縄飾りとか鏡餅とか机の上に飾ってあったよね。うん、お家の前にも木彫りの門松があってびっくりしちゃった。うちのパパ、季節の行事になるとそういうの作りたがるから。とにかく、ななみちゃんありがとう。今度お父さんにもお礼しないと。そんじゃ、ななみパパをうちらのライブに呼ぶってことで、木彫りありがとうライブ。とうこちゃん、それナイスアイディアだよ。そんなことしないでいいって。あなたたち、列が進んでいるわよ。他の人たちの邪魔になるわ。行きましょう。あ、ぬいさん待って。にぎわってるね。迷子にならないように気をつけないと。シロ、気をつけろよ。ここで迷子になったら一生会えなくなるかも。って、あれ？シロは？いつの間にかいなくなっているわね。え？早速？みんな待って。マシロちゃん、よかった。本当にはぐれちゃったかもって心配したよ。ごめん、振り袖で歩くの慣れてなくて。わかるわかる、いつもの感覚と違うよね。裾とか気にしてぎこちなくなっちゃうっていうか。その点、とうこちゃんはさすが呉服屋さんの娘って感じ。ススって歩けちゃうんだもん。確かに桐ヶ谷さんの立ち居振る舞いは洗練されているわね。ルイさんがトウコちゃんを褒めた？別に褒めたわけじゃないわ。事実を言っただけよ。なんだよルイ、ついに私を天才だって認めたか。そんなこと一言も言っていないけど。隠さなくていいって。そっかそっか、うん、トウコちゃんご満悦だ。輝いてるね。よし、わかった。そこまで言うなら私がコツを教えてあげるよ。みんなもよーく見とけ。振り袖を着てる時の歩き方はこう。ちょ、トウコちゃん、先に行ったらはぐれちゃうよ。は、早い。もう見えなくなっちゃった。追いかけましょう。